反対車線は中心部に向かう道路なんですが、2車線が1車線になっていて、車の長い列ができています。今朝の札幌市内です。道路の路肩には大きな雪山ができていて、通行する車はなかなか進むことができません。札幌市では除雪作業が落ち着く今夜から本格的に雪山の排雪を進めるということです。またこの大雪で JR は快速エアポート9本を含む22本を運休にするなど、交通への影響が続いています。一方、今日は札幌や道南を中心に3月中旬から下旬並みの暖かさとなる見込みです。落雪事故などには十分注意してください。